団地面から希望を持った一言、これからもよろしくお願いします。以上になります。シットクッションアウト。スマソンディエスカリアヒロキディエスリュウキ、俺たちダンチン面おざんす。本日は皆さんに3つだけね、ご報告があって動画撮らせてもらってます。まず1個目なんですけど、団地面の投稿スケジュールについてですね。で、今は2日に1本のペースで動画上げてきたよ。5月ね、各自の予定がめちゃくちゃね、あって、全員で集まれる日っていうのがもうめちゃくちゃ少ないの。それに伴って動画の撮影ができなくなるから、5月は動画の投稿頻度がめちゃくちゃ落ちます。すいません。すいません。具体的には3日に1本のペースになります。だから今までは2日に1本だったけど、5月は3日に1本上がると思います。2つ目なんですけど、俺らのスケジュールについてです。いつライブするのかとか、いつ動画投稿されるのかとか、これやっぱ時間知りたいやつ。で、ファンの方からもめちゃくちゃ言われるんで、今日の動画上がるか上がらないかと、TikTok ライブは何時から何時なのか、インスタライブは何時から何時なのかっていうのを、毎日17時にインスタグラムのストーリーで告知します。動画投稿は一応20時に固定するわけ。今でも深夜とかもう朝とかあったりですね。それなくして、もう8時にボーンと。最後の3つ目なんですけど、8月31日までに5000人、これ達成できなかったら、俺は YouTube 界から去るわ。まあそんな高いハードルじゃないと思うのね、実際。でも俺は実際1年やってきて3000人なわけだから、8月31日までに5000人。ここに目がけて、まあ、5月投稿頻度落ちるけど、その分6月に向けての準備する期間でもあるから、まあそこで準備してしっかりと立て直していくっていうこともあって、見といてくれ、ガッチで。皆さんの拡散とか、あとインスタでストーリー上げてくれるとか、友達に登録してもらうとか、それだけでもやっぱ助かるよね。5000人っていうのはそんな遠くないから、俺らとしてもファンの方としても一人友達に言ってくれたらでかいよ。それ10人だったら10人増えるわけだから、そう、やっぱそういうちっちゃな、ね、協力でもいいんで、何でもいいんで、皆さんね、5000人近づくために協力お願いします。お願いします。メンションとかシェアとかしてくれたのが多い動画ってさ、最初の伸びとかがめっちゃすごくて、その後も調子よかったりする。だからみんなたかが私のシェアって思うかもしれんけど、そのシェアですっげえ変わってくるから、一人一人の力がでかいから、本当にお願いします。お願いします。こんだけファンの方に応援されて、やめるわけにいかんから、マジ俺も本当にそこは信じてるし、やめる気さらさらないから、さらさらね。そうだから、そこはね、本当に安心してもらって、おもろい動画上げ続けるし、いっぱいプレゼントもらったしね。そう、これでやめるわけにはいかん、これでやめたら俺ら支えられちゃう。マジで、お前金だけするのってふざけんだよ。たぶんあれやろ、将来盗賊ってやれる。1つ目、5月は動画の投稿頻度が3日に1本。2つ目は毎日17時に団地面のスケジュールを公開。3つ目が8月31日までに5000人を確実に達成する。ファンの方と一緒になんか達成した部分も味わいたいし、俺らはもう目指してるのはもうはるか上やけど、まずは達成しんなもんっていうのがあるから、応援お願いします。お願いします。それではね、次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。